美術館通り。昭和17年、連合艦隊旗艦戦艦大和マンホール蓋。美術館通りカフェザブリックスでの休憩を終えた。たまみちゃんと私の暮れ観光は終了。とぼとぼと歩きながら、昨夜宿泊したビューポート暮れホテルまで。預かってもらった荷物の回収に向かいます。ちなみに先日ビューポート暮れがニュースになっていて、おそらくこの動画撮影時に空きスペースとなっていた1階部分が大和ミュージアムサテライトとして2025年2月にオープンします。昭和16年、宿毛沖氷柱間で全力行使中、戦艦大和のマンホール蓋。一瞬、お名前にぼかしを入れようかと思いましたが、よく見たら北条家と浦野家でしたので、ああ周作さんちと鈴さんちの宴会かと、お名前にぼかしを入れるのをやめました。ええ、呉を訪れると帰宅後に買ってしまう人がいるという、この世界の片隅に買いました。全館一挙大人買いです。大人買いといっても全3巻です。これが俗に言うクレマジック、あるいはこの世界の片隅にマジックなのかもしれませんね。大人買いはしましたが、まだ1巻の途中までしか読んでないので、読み進んでいくと実はこのシーンが物語のターニングポイントだったとしても、今の私には知る由もないのでした。呉市にはジュニアも存在するのですね。この世界の片隅に壁画。ビューポートクレホテルで預かっていただいた荷物回収完了。大変お世話になりありがとうございました。呉駅から広島駅まで電車移動する前に、呉駅の駅ビルクレストのフードマーケットフレスタでお買い物です。花ソーセージをここで買って、ああやっぱり家が一番だねの自宅まで常温で7、8時間。やめておきますか。代わりと言ってはなんですが、 YouTube で見た呉メロンパンのメロンパンを買いました。メロンパンなら常温でも大丈夫ですね。ちなみに本場でスペースアポロパンは買いませんでした。
JR 呉駅改札前、急げ急げの呉観光だったので、予定より早い電車に乗って広島駅へ向かいます。14時0分 JR 呉駅改札内に入りました。乗車する14時16分発の快速秋地ライナーは2番線に到着します。旅のしおり的には14時45分発の秋地ライナーに乗車予定でしたので、予定確定の差はほぼ30分。30分あればどんな呉観光ができたでしょうか。この旅の当初案で乗車するはずだった観光列車エトセトラの場面は、観光地にありがちな顔出し看板だったのでしょうか。61年間ありがとう、建て替えられる中国地方最後の円形校舎。川原石駅通過。戦艦大和の建造風景目隠し塀基礎。